前回お見せした FMAR のマシンを紹介していきます。こちらは第1次 FMAR 建造計画の第1期マシンで、様々な実験を経た後、2度のダイエット甲子園を経て完成しました。そのフォルムがこちら。ミニオンキャッチャーをフロント提灯に使い、とてもシンプルな構造にまとめてみました。その結果、マシンの車重はモーター込みで 106g。 私のマシンとしてはとても軽く仕上がりました。その提灯の稼働映像がこちら。マシンを離した瞬間に提灯が開き始めているのがわかります。この提灯の動きを作りたくて、ミニオンキャッチャーを使ってみました。開いてますね。そして迎えたシェイクダウン。まず第1層目、車重が軽いので、ずっと使ってなかった片軸のハイパーダッシュ3でもなかなかのキレを見せてくれます。そしてモーターを同じく使ってなかったパワーダッシュに変えても、この走り。シェイクダウンとしては上々と言えると思います。タイムはこんな感じ。その走りをこちらの初心者コースで撮影してみます。うおー、レンズスレスレ。ご覧の通り、ジャンプは素直な挙動を見せてくれています。そしてこの飛んだ瞬間に開く提灯の動き、この動きが作りたかったので、結構ここは満足ポイントでした。着地もね、スパッとこう入る感じ。提灯が開いてます。飛んだ瞬間パッと開く、このね、昆虫が飛んでる感じ、カブトムシがこの飛んでいるような感じなので、 FMR ビートルなんて名付けてみるのもいいかなと思いました。しかし、ちょっとこの構造上の欠点というか、コーナー直後のジャンプではこのように提灯がボディに巻きついてしまうことがあったので、この辺はマスダンパーの置く位置であったりとか、提灯の強度であったりとか、何か受けを作ることで改善をしなければならないと思いました。この引っかかってる提灯が死にそうなカブトムシの羽のように見えるところも FMR ビートルたるゆえんなのかもしれません。まだまだ熟成が図れてないので、こう挙動が乱れることもありました。乱れた時もこうやってね、提灯が無理やりに動いて入っていく感じは、うん、これはなかなか楽しいなと思いましたね。そしてやっぱシェイクダウンでこのぐらい走ってくれるマシンというのは
ても魅力を感じました。そして悩みに悩んだ結果、こうなりました。皆さん、シャーシの加工には細心のご注意を。ちなみにね、6針縫いました。今めっちゃ痛いっす。